次は国会なんだから、あるいは訴訟が起こるなら最高裁かもしれんけれども、そんな現実的じゃありませんわね、そこでもう時間がないから、あれですが、総理ね、これでまあ、この難しい問題が進んでいきますよ、法案を作って、まあいろんな議論、たたかしていかないいかんと思いますけれども、ね、憲法改正はこれで一休みなんですか、本来は憲法改正なんですよ、堂々と、ね、国民投票もできたんだから、国民に訴えて堂々と。 ね、この程度の集団的自衛権にはもっといきますよと、まあ、フルサイズまでやるのか、ハーフにするのかなんか分かりませんよ、じゃしそういうことが私は本来の筋なんで、憲法を変えて、憲法改正をね、国民に訴えるということが必要だと思いますよ、河村さんも次は憲法改正だと言われてる、これ以上は。いかがですか安倍内閣総理大臣。河、えー、村副総裁はこれ以上はですね。 憲法改正というふうにおっしゃったあでありまして、ここまでは解釈でできると、こういうことでございますが、憲法の規範、そして今までの政府の見解のですね、との論理的整合性、法的安定性を維持した上における解釈の変更は行えうると考え、私たちは国民の命と平和な生活を守るために、 判断したところでございましてあ,の、まあ今後、ですねいわば法整備を進めていく上において、国会でも大いに議論をいただくわけでありますが、まあ、具体的に、ですね果たしてどういう行動を取っていくか、それにはどういう制約がかかっていくか、国会との関係はどうなっていくかということについて、しっかりとご議論をいただけるんだろうと思います。またあの、歯、ま、止、あ、めにとの、歯止めと、まあ、地雷との関係においてでありますが、期、ま、待、あ、総会は、ですねいわばわれわれは、あ 派兵は一般には禁止されていると、この武力の行使を、ですね例えば武力行使を目的としたイラク戦争やアフガン戦争のような、ああいう戦闘には参加しないということは、これはもう明確に申し上げているわけでありますが、しかし、機雷の総会自体がこれは武力の行使に国際法上は当たるわけでありますが、ただ、いわばかなり例外的にですねこれがそうだと言っていて、これからどんどん広がるということはないということは申し上げておきたいと。 こうもあますがあくまでも3要件と関わりがある、そして機体の送還についても限定的、受動的であるということは申し上げておきたいと思います片山虎之助君あの。憲法の、ね、92項は、9条2項はね、いい規定ですよ、まあ、1項、2項ね。しかしね、2項がずっと残る以上ね、もうこういう、ね、難しさ、エアコシさっちいうのは、私はずっと残ると思うんですよね。で戦力認めてないんだから ですよ。公選権を認めてないんだから。ですよ。そういうことの中でね、こういろんなことをやっていくっていうのは私は限界があるんで、国民に堂々とね、憲法改正を伝えて、国民の私は判断をあぐべきだと思います。もう時間がありませんがね、ちょ、ちょっと待ってください。それから、あの、中国、韓国とのね、会計改善、私は必要だと思うんですが、総理は昨日、今日ね、中国とは、 今度の APEC の首脳会談で、首脳会議ができるみたいなことをあのしたいか、うん、したい中継もだいぶ、外然性があるんですか、可能性ですか、いかがですか <laughs> 安倍内閣総理大臣。えーえー、残念ながら、まだその可能性が高いということは、言うことはできない状況では、まあ、ありますが。あ 日中関係、最も重要な日国間関係の一つでありますから、首脳会談ができないという状況は、異常な状況なんだろうなと、私は考えております。日本側は対話のドアは常にオープンにしておりますので、中国側にも同じ対応を取っていただきたい、その中においてです、ね、APEC において首脳会談ができるようになればいいと、こう期対応しているところでございます。 ちょっと一言だけくださいあのね、中国との関係で、やっぱり偶発的に大事件になる、まだ戦争と言いませんけどね、大事になる恐れあるんですよね、やっぱり危機回避の、でしょう、衝突回避の何らかのシステムをね、私は早急に作るべきだと思ってるんです、ホットラインでも何でもいいです、ね、自衛隊と向こうの軍と、そういうことのご努力はされてますか。えっと、もう時間ですから 答弁完結あの第一安倍政権で合意、えー、にありました、えー、会場連絡メカニズム。えー、このこれはあのホットラインであります。まさしく、えー、それを私ともとしては類似、えー、中国側に、えー、これをしっかりと結ぶことを今要請をしております。私も直接何とか要請をしております。まだ至っておりませんが今後とも努力をしてまいります。終わります。以上で片山トランス君の質疑は終了いたしました。次に中西健二君の質疑を行います。 みんなの党の、えー、中西健治です。